お題は、スクーターということになりますけど、スクーターなんですけどね、私は、ね、結構スクーターは何台か乗り継いでいまして、免許取り立ての頃、原付の免許取り立ての頃なんですけど、ヤマハの、タウニーですかね。はい、ヤマハのタウニーを乗ってまして、1年半ぐらい乗ってたんでしょうか。その後に、ビート、ホンダビートっていう、これも原付の 50cc なんですけどね。まあ、これは規制前のね、ツーストのスクーターで、出ましたね。規制前なんでね、60でリミットがかかるんじゃなくて、まあ、それ以上に出てましたね。はい。ちょっとね、チャンバーが特殊なチャンバーでね、はい。吸気チャンバーっていうのがついていて、結構あれで、ね、高回転まで回りました。ちょっと変わったスクーターで、水冷で 50cc で、そんな感じのスクーターでしたね。はい。あと、あれはキックがなかったんですね、確か。キックがないのがちょっと不便でした。はい。その後はですね、確かリードの90でしたかね。リード90乗ってましたし、あと、ホンダの同じく、中古で買った、MBX だったかな。昔の NS1 に近いような感じのネイキッド用のツーストのね、ミッションの 50cc のミッションの原付でした。これが 50cc でありながら、やっぱし規制前なのでね、70、80ぐらいまで出ましたからね、これも恐ろしく出ましたね、あの頃ね。ちょっと、これも中古で買ったんですけど、まあ、なんですかね、チャンパーがついてたんでね、前のオーナーが確かチューニングしたんじゃないでしょうかなっていう感じでしたけどね、結構ね、神田かよとかね、ほらっていうかね、はい、チャンバーの方は書いてあったんですね。はい。結構面白いスクーターでして、スクーターじゃなくて面白いミッション車で、その代わりね、高回転はね、よく回るんですよね。低速の方が全然、ものすごいトルクがなくてね、出足が遅いような感じでしたね。はい。そんなんで、まあ逆に今の原付の方が出足が早いから、便利は便利ですよね。はい。その後がですね、BMX、リード90。その後が、ベスパになるのですかね。ベスパ。そうですね。ベスパの50。ヴィンテージに乗ってたんですけどね。このベスパってイタリアの、ベスパなんですけど、はい、これも、何ですかね。結構、癖があるね、スクーターで。スクーターっていうよりもね、実際はね、ミッションなんですけどね。三速ミッションっていうの、スクーターなんですけど、形だけはスクーターなんですよね。はい。で、ヴィンテージでね、ハンドルの両サイドにウィンカーがついてるタイプなんですけど、はい。もちろんこれヴィンテージはね、やっぱ国産と違っててね、もちろん、キーは、エンジンキーはないんですね、もちろん。あるキー、一応キーはあるんですけど、これロックするためのキーでね、ハンドルロックのためのキーで、エンジン自体をかけるキーはないんですね。本当に変わった車っていうか、変わったスクーターなんですけど。で、まあ、エンジン始動はね、キックでかけるって形ですね。はい。もちろんキックなんで、キックオンリーで、メインキーもないんで、ということはバッテリーもないんですよね。バッテリーも元からついてませんでしたけどね、はい。キックだけで始動するっていうことで、本当に変わったね、スクーターでした、はい。キックの仕方、まあ、キックの軸もね、なんていうかね、普通は国産の場合は後ろにキック、軸の後ろにキックがあるタイプなんですけど、ベスパの軸の前にキックがあるタイプでしたかね。ちょっと変わったキックなんでね。はい。まあそこだけじゃないんですけどね、ベスパって、まあ、あちこちが変わってるんでね、ヴィンテージなんて。はい。
はい、まあいろいろありました。はい、まあヴィンテージ喋ると結構やっぱ10分ぐらいかかるんじゃないですかね。結構内容が豊富で、はい。でこの後にですね、何でしたっけ、250に上がりますけどね、川崎のバリオスっていうね、ミッション車、6速ミッションでしたかな、はい。それに、免許取ってからね、それ乗りましたけどね、自動二輪の学校にちょっと通いながらね、それも結構、うん、それが一番、まあ、排気量が大きい、バイクですよね。それはね、結構ね、まあ、100、130だとあっという間に、ね、到達するようなバイクでした。まあ、250台だから200キロ以上出せるようなバイクだと思うんですけど、まあ、200キロ、それぐらい出したことないんですけどね。はい、出しても130ですよね。はい、それとその後にですね、もちろんホンダのまた100ですね、リード100、まあ、現在のスクーターになるんですけど、そちらの方をね、現在までまだ使用しています。はい、こんなもう結構7分になりましたね。じゃあそろそろ失礼いたします。